事故があった中目黒駅衝突側と同系の03、軽03から106編成非衝突側と同系の、東部250系21856編成事故、現場事故現場の 1A 団地下鉄日比谷線、中目黒駅構内列車脱線衝突事故は、2000年3月8日午前9時1分頃に、帝都高速度交通 A 団が運営する、A 団地下鉄日比谷線において発生した。 列車脱線事故。死者5名、負傷者63名を出した。北千住発、東京急行電鉄東横線直通各駅停車、菊名駅の最高尾車両が、中目黒駅手前の急曲線における出口、側間は曲線部で、カーブ外側の車輪が乗り上がり脱線を起こした。機材専用横取りポイントにより隣接線にはみ出したところ、 対抗の中目黒発東武鉄道伊勢崎線、直通地区の使い機と側面衝突死体破した。死亡した乗客5名はいずれも東武側車両の6両目に乗車していた。原因として、1車両のうちの8輪にかかる重量の不均衡が30%に及んでいても放置されていたことや、事故が起こった箇所は半径160メートルの急カーブであるにもかかわらず、 森林機場がなかったこと、多数の列車が集中し、レールというの効果が減少する朝ラッシュ時であったことなどが挙げられており、複合的要因により発生した事故だとされている。そのため、いずれか一人に刑事責任を負わせることはできないとされた。また保線関係者5名が管理限界を超える線路の狂いを放置したとして、警視庁から東京地方検察庁に、 業務上過失致死傷罪で送検されていたが、不起訴処分となった。事故調査検討会は、緩和曲線部、低速走行、摩擦係数の増加など、複数の要因が複合した乗り上がり脱線であるとしているが、安全確保という観点から次のような見解を示している。すなわち、事故発生の主原因は、ボルスタレス台車において、ワイヒの大きな狂い、 復元委員は、A 団の森林機場の設置基準が極端に緩かったという点が事故調査報告書の結論の趣旨である。この見解をもとにして、全国の鉄道事業者に以下のような二種参考の指示を順次出した。1992年に半蔵門線詐欺沼車庫で二度の脱線事故を経験してから、A 団では、社内調査により林重費管理の必要性が、 指摘されていた。現場からは和え形の設置が要求されていたが、これは却下、放置され、半蔵門線の車両のみの和え調整に止めた。結果として、日比谷線には和え、非30%を超える車両が走ることになった。また、半径140メートル以下のカーブにのみ、森林基準を設置するという英断の設置基準は、極端に低かった。事故現場は、 半径160.1メートルであったことから、森林機場は設置されていなかった。同じくワイヒの付近衡を原因とする東横線、横浜脱線事故がすでに1986年に起こっており、東急はそれ以後林重比のプラスマイナス10%以内への調整、半径450メートル以下の全カーブへの森林機場の設置を行っていた。しかしながら、運輸省が、 全事業者に通達を出すことはなく、英団でも点検は行われなかった。この事故の報道においては、複数要因が重なって発生した脱線事故であることをもって、国鉄が競合脱線と説明した鶴見事故と比較されることもあった。また、この事故が法改正を促し、航空、鉄道事故調査委員会発足の契機にもなった。 この事故を受けて、A 段地下鉄及び後ろ身である東京メトロでは2002年度以降に製造する車両において車体構造の見直しと台車構造の変更を実施した。なお、ワイとは左右の車輪にかかるバランスのことでバランスが崩れると脱線の原因にもなるので定期的に左右のバランスを等しくする必要がある。2002年度落成の半蔵門専用0 8系 東西専用霊ゴ系11次社では、側構え対抗づくりをシングルスキン構造からダブルスキン構造に変更するセミダブルスキン構造を採用し、合わせて車体連結部の隅柱に衝突柱を設置して衝突事故時の安全性を向上させた。さらに曲線通過性能の向上や和え抜けの防止、和え、調整作業の作業性向上などを図った。 新形式の台車を採用した。2004年度製造の東西専用例5系1 3次車からは、車体全体をダブルスキン構造で構成するオールダブルスキン構造を採用したほか、車体隅柱に強化したダブルスキン構造の衝突柱を設置し、より安全性を向上させた。2006年度製造の有楽町線、福都心専用の1万系からは、和え、 変動割合の大きいボルスタレス台車からボルスタアンカー付き構造台車への採用に戻った。以降の新造車両ではボルスタ構造の台車を採用している。なお、メトロ線を走行する直通運転先事業者、東部、西部、JR 東日本、小田急、埼玉高速、東洋高速及び線路共用区間を走行する、東京都交通局の鉄道車両にボルスタレス台車を、 装備する車両があるが、それらに関しては入線制限の規定を設けていない。なお、事故調査報告会の発した全出臨重非管理指示は、台車の狂いは同じでも、車体重量が40%も軽くなると、相対的に脱線係数が大きくなっていたのを改める指示であり、その最終報告書でも、当該零産系台車では和への不均一が起こりやすく、また、走行合成が、 比較対象者より若干大きかったことはデータとして指摘したが脱線の原因がボルスタレス台車であるとは断定していない。ありがとうございます。